私は今シンガポールのチャンギ国際空港に来ています。今回はクルックさんとシンガポール政府観光局さんのタイアップでシンガポールにやってきました。シンガポールでの3泊4日の様子を皆さんにお届けしたいと思います。それではシンガポールトリップブログで、今回なんかクルックさんのこのアプリでいろいろとシンガポールでの旅の予約を取ってて、アクティビティもだけど食とか、あとは移動、あとはネットとか全部予約したので、それをねちょこちょこ皆さんにご紹介していきたいと思います。まずは eSIM を設定したいんだけれども、シンガポールとして eSIM もできちゃうのすごいね。そう ね、 めっちゃ便利。いつもさ空港とかでさ SIM カード買ったりとかさ、まあ物理 SIM もいいけど eSIM の方が楽っちゃ楽。 楽、あとチャージとかも簡単やしね。あ、そう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 。で、今からホテルに向かおうと思うんですけど、それも空港送迎サービスをグループに行って、それでね行きたいと思います。じゃあタクシーなりで。うん、はい。これが特に予約なしでタクシー待ってる列で、で私たちはこっちの9番でピックアップはい、今回3日間のシンガポールで泊まるホテルはノボテルシンガポールオンスティーブンズホテルです。で、この部屋はスーペリアルームです。ルームツアーしたいと思います。すごい広い、めっちゃいい感じ、すごく清潔でインテリアかわいいです。で、キングサイズのベッドと奥にソファー、そしてデスク。で、景色はどんな感じ？あ、景色も結構いい感じです。あ、プールもあるんだね。こちらにちょっとしたバーカウンターあって、あ、ちゃんとケトルもあるし、あとは下に小さな冷蔵庫で、そして、お、すごいちゃんとなんかアイロンとかもある。こっちも扉がある。あ、こっちはクローゼット、はい、バスローブと、あとスリッパもありますね。で、荷物を置くスペースがあって、で、その反対側入り口のところにバスルームがあります。洗面台、ちゃんと歯ブラシとかのアメニティあります。で、お風呂はシャワータイプです。で、そしてトイレですね。で、このホテルもクルックのアプリで予約しました。こちらですね。で、なんかステイプラスっていうサービスがあって、それホテルとアクティビティがセットになったプランなんですけど、それだとね、すごく結構お得に、例えばユニバーサルとかのチケット取れたりとかできるみたいです。バイザベイに行こう。暑いね。ムシムシはしますね。夜ご飯何食べる？いや、前回さ食べ損ねたさ串食べ行ってもいいなと思ったけど、ね、うん、このフォーク集まってる。そうそう、食べたいか。まあもうちょっと調べてもいいけど、すごいね、うん、初めて来たわね。ガーデンズバイザベイ、なんかいっぱいあるんだよね、回るとこ、うん、で、私たちはこのフラワードームと、あとはスーパーツリー、これかな、うん、これの、予約をクルックル取ってるから、ここに行きます。 A と B、 あ、このも本当に象徴的な建物、さっきあったよね。おお、これと、あとこの両方行けるんだ、楽しみ。ベッドチェック、 B からじゃない？ではフラワードームから行きたいよね。こっちはなんかライトアップすごいから、うん、はい、行きましょう。どっちだろう、多分あっち、え、あっち広いね。
あ、なんか聞いたことない鳥の声したよ。なんかいるよね。お、鳥だ。すっごい大きい鳥じゃなかった今。もうすごいじゃん。このまだフラワードームに入ってないの。無料エリア。私大好きこういうの。あなた好きよね。うん、大好き私こういうの。アプリのこの紅茶を表示にすると、はい、こうチケットが出ます。はい、これで入ります。だからこのチケットブースで買わなくていいってことだね。そのまま入れるってことです。入りましょう。え、すっごい。すっごい。おー、いいやん。なんかいいやん。世界中の花があるってこと。ね、国別っていうかその大陸別。大陸別。だってあっちはオーストラリア、こっちがアメリカ。このさゆっくり一個一個見せたら一日中入れるんじゃないのこれ。しかもさ花一個一個に解説付きやで。本当じゃん。すごい。いや見たことない見たことない植物。かわいい、見て。この下に生えてんの。かわいい、タッセルみたいだね。すごいお花のいい香りする。ね。フラワードーム出た後すぐのところの売店に来ました。マグネットディーク。え、これかわいくない？ね。おしゃれ。この色味なかなかないよね。この色味ないね、確かに。え、これもあってよ。この縁起良さそうやな。縁起良さそう。自分一緒入る。そう、お腹すいた。いただきます。やっぱ夜の方が綺麗なのかな、うん、だと思う。まあすごいね、なんか神秘的。アバター思い出さないと。すごい、人いっぱい、うん、すごい奥まであるじゃん。まあ一回は来ないとね。覚えてますか？ラオパサです。ここのチキンライスが美味しくて忘れられなくて。アゲイン。あと串も食べたい。そうね、見てみよう。すごい人に祝ってる、めっちゃ。覚えてる？どの店か。こちら辺だと。
た。蒸しと焼き久しぶり。いただきます。このよくなんかもっとしっとりしてた気がしたけど、雨を引き寄せてる。雨引き寄せた。ものすごい大雨。まあ降ったり止んだりでしょ。うん、今から朝ごはん、かやとし食べる。店内撮影 NG だったんで外で食べます。カヤトーストでしょ、オリジナルとフレンチトースト、コピーライムチーズです。外気持ちいいね、うん、ここ広い、めっちゃ並んでるけど意外と全然スイスイ入れます。じゃあいただきます。どれぐらいかけすぎたかな、かけすぎたかな。美味しそう。あ、美味しい。美味しいよ、カリカリ。うそ。去年食べたところも美味しかったけど、こっちの方が好きかも。めっちゃ美味しい。食べてみて、めっちゃ軽いよ。いや、本当や。え、めっちゃ美味しくない？うまい。なんかよりスイーツ感ある。あ、うん、スイーツ感ある。まあ、店によって全然違うんだね。昨日のさ、チキンライスもそうだったけどさ、うん、やっぱりさ、1個チキンライスとかカヤトーストとかいろんな店舗回ってみないと分かんなくない？このカヤトーストは去年行った時のはもっともちもちだったけど、こっちはサクサクだから、ラスクぐらいのサクサク感じゃない？これ、うん、ラスク、確かに確かにラスク、ね、マリーナベイサンズの方に移動してきました。これからね、展望台、あれか、スカイパーク展望デッキに行きます。天気良くなってよかったね、展望台見に。そして一応雨は上がってるね。着いた着いた、これだ。え、すごい、このなんかここ行けるの、すご
まだ空いてないんだ。あと10分。あ、そういうこと。え、楽しみ。見て、このここに行くとは思わなかった。ね。あっちがなんていうの、海軍の港でしょ、うん、あっちがなんていうの、一番向こうまで行ったらもうマレーシアでしょ、はい、ジョホールバル。そっか、やっぱ雨が、あ、やばい、雨が急にスコールです。風と雨。いや見そうだけど、すぐ。うわ、すごい、めっちゃすごいやん、ほら、船本当だ。うわ、すごいじゃん、見て、船。100席ぐらいない。すごいね。こっからの昨日行ったガーデンズバイザベー。すごい。晴れてきました。あ、見て、晴れたらよりなんか。結構奥まで船ある。ね。より船の存在感がすごい。ここにスカイパック展望デッキの説明がちゃんとある。ダムとかもある。そう、これがね、結構なんか有名なんですよ。これか、これがダム。そのままお買い物もしちゃおう。ここやったっけ、 TWG がめっちゃでかかったの。そう、ここで TWG の、まあ、なんか買っちゃおう。おいしそう。見て、マイクベネディクト。これなんかね、選べたサーモンとかアボカドとかチーズとか。え、これ何？美味しそうだね。ラムババって書いてある。美味しそう。と、あとはイングリッシュブレックファーストとジャスミンクイーンズ。何なんだろう、これ。頑張れ。美味しそう。なぜかっていうと、私お友達が2人で来て3人で会うからさ。紅茶、結局このね、ティーバッグタイプが一番使いやすいの。このブラックティーの、このブラックティー。キャンドル欲しい。$100。あ、なんかこんな色ついてんだ、かわいい。え、これ超いい匂いだね。甘い。これかわいい。これ1個買おう。これめちゃめちゃいい匂い。高級ホテルのお風呂場の匂いする。見て、これかわいいね。これもいい匂い。フレンチアールグレー、これが一番いいかも。一番使いやすい。これが一番、うん、これ買おう。これ買います。こういう友達来た時にさ、振る舞えるみたいなさ、ピンセットが自分の。あ、そうそうそう。このちょっとこうさ、みんなで飲めるみたいな。これも可愛い。ミントティーめっちゃ好きだよね。ミントティー。うん、いい匂い。これ買う？これめっちゃ美味しそうじゃない？
これも買おう。こちら。買いましたね。やっぱシンガポールに来たら TWG はマストです。でなんか紅茶買うのもいいけど、さっき買うのもマジでおすすめ。あと今回キャンドルも買ってみたんで後でレビューします。があるみたいで、もう賑わってますね、シンガポールの街中が、ね、どうですかシンガポール。シンガポール好きよ俺。ね、あなた大好きだよね。ちょっと住みたいまであるでしょ。住みたいまである。僕が人生で初めて来た海外ですね。おー、なんかさ、いいよね。まず街が綺麗じゃん。そう、緑も多いし、あとなんかこう多国籍っていうかさ、なんかいろんなこの混じり具合がね。そう、ご飯も美味しいよね。だからさ、いろんな国世界中の美食が集まる。そうそうそう、嬉しい。私は今回ゆっくり3日間も入れることがそしてこのねお買い物も楽しい、シンガポールは。これも QR で乗ります。Close your eyes. Get some rest. I'm by your side.Chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. お昼?お昼ご飯。そうね。バクテさんがバクテ。うん。めっちゃうまいんだけど、でもなんかバクテーのスープであれしたなんかそうめんみたいなやつ、これ絶対おいしいよ。これうまい。それにお肉入れてもうまい。あ、そうだ、これにお肉入れて、うまっ。何これ、角煮。いや、美味しかったね。いや、びっくりするぐらい美味しかった。美味しかった。え、なんでこの前行った時バクテ食べなかったんだろう。確かに。で、この前だって
20時間ぐらいしかいなかった。あ、そっか。味はね、なんて表現したいかな。豚骨っぽいコクがありつつ、うん、胡椒めっちゃ効いてるみたいな感じ、うん、ね。そうね、あとご飯と一緒に食べたら美味しかったし。ね、美味しかった。今からナイトサファリに行きます。楽しみ。動物いっぱいいるってこと？うん、動物園。まあ動物園なんでね。夜しか開いてないんだよね。そうっすよ。夜6時半ぐらいから7時15分。7時から夜24時まで開いてるナイトサファリ行きます。でちょっと早めに行って並んでね。なんか並ぶから早く行った方がいいらしいね。そう、早く行きます。ではレッツゴー。着いた。ナイトサファリ入り口着きました。並んでる。まだ開園1時間前だけどね。ね、すごい並んでる。OK, thank you. 入りました。サファリトレイルとトラムステーション。トラムステーションに先に乗ってこうがいいって言ってたんだった。うん、サファリは歩くんだよね多分ね。トラム先に乗ろっちゃう、うん、あ、見て、早く、はい、戻ってくるから。早くショップに行きたい。動物メニューよりショップに行きたい。発作が起きる。発作が起きる。柵がないから本当に近い。檻もないし。あれだ、今からショー見ましょう。シアターは予約制みたいなので予約しました。じゃあちょっとショーまでトレイルしましょう。え、サンダルじゃない？大丈夫？ね、結構なんか虫とかに注意みたいな。嘘。うん、そう。え、すごいね。今ここ行けるんだ。あ、行ったら1時間で帰れんのか。行けんじゃない？ちょうど1時間早歩きで行くか。ああ、ゴーゴー。もう真っ暗じゃん。え、面白いね、こういうの大好き。茂みからライオン出てくる。 ね、今茂みからヒョウとかピョって出てきたらもう、あ、なんかもうすでになんかいる。なんかいるね。え、何あれ。え、袋。あ、映るかな。映らない。映らない。え、ここも？ね、暗くて怖いね。猫みたい。猫みたい、本当に。よくこの距離、これさ、なんか飛びかかられそうじゃないの？なんだろうね。あ、一瞬か。砂ずり猫だ。今の。砂ずり猫。砂ずり猫。あ、砂ずり猫。砂ずりは。砂ずりは。超楽しい。すっごい楽しい。全然歩いた方が面白いかも。面白い。歩いた方が面白い。穴から出てくるんじゃない？かわいい。動物が本気だ。ここにや。え、嘘。折れちゃう？え、すっごい大きい。で、これさ、こ
この高ささ、ワニ本気出したら登れるよ、これ腕出したら、腕出したら、なくなるよ。でっか、2メーターぐらいあるよ。ちっちゃい。ちっちゃい、かわいい。かわいい。え、かわくびした今。しないの。挨拶に来てくれた。挨拶に来てくれたね。すごいね。よく見つけたね、でも最初。いや、なんか上の木の影が動いた、うん、寝てたんや、じゃあ上で。やっぱさ、動物が来る気配って、やっぱある、わかるんや、ね、なんかその近くの木とかが、ガサガサって、まあ、子供の時に、喧嘩だけど喧嘩で保護されてんだ、ね、興味満超楽しい。怖かったね、それいる。結構近すぎてさ、大丈夫かなと思ってる。ね、怖かったのは、オオカミと、あとワニと、一番怖いのは、何もない小道。あれが一番怖い、何も出てこない。これ逃げ出してる動物いたらどうしよう。で、想像が膨らんじゃうとめちゃくちゃ怖い。だってなんかもうさ、本当に檻がないから、ね、すごい近くで見える分怖いね。めっちゃ面白かった。可愛かったからカワウソにしました。ぬいぐるみも欲しかったんだけど、ちょっと最近ぬいぐるみとか買いすぎだからちょっと自粛しました。帰りますか、ね、大満足、帰ろう。今日お腹空いてるから食べれそう。マトンとビーフとあとはエビが10、16か、でなんかこれつけるんだね、この子つけて食べます。いただきます。ちっちゃいね、結構。うまっ、おいしいね。これつけてみる。何味これ。カレーみたいな。ん、ピーナッツ。ピーナッツ系の辛い。美味しい。美味しいね。
見て、エビすごい。うまっ。なんかお腹すいたら、この16の余裕で食べるんだよ。うん。おいしい。今日は1日ユニバーサルスタジオシンガポールで遊ぶんですけど、まず最初にご飯を食べに行きたいと思います。今日は暑い、暑くてカメラが曇ってます。じゃあ行きましょう。カレーと揚げチキンと、あとこの白菜の煮たやつ。あ、これ？なんか基本はいろんなものをトッピングして、なんかみんなオリジナルのを作ってた。で、どれがおすすめなんったら、全部おすすめやって言われて、どれかわからんかったから、とりあえず前の人がチキン食ってたからチキンにしたみたいな。美味しそうだね、うん、これちょっと量多いから2人でシェアしよう。はい、いただきます。で行くと、で乗りましょう。セントサ島どこにあるんだろう。 USS 今日月曜日だから空いてんじゃない。そうね、やった。着いて速攻で休憩、それが30台。まったりゆっくり遊びましょう。なんかね、あのユニバーサルスタジオシンガポールは規模が小さめなんだって、うん、だから回りやすいんだってよ。あの1日でもサクッとね。必ず乗りたいのはジュラシックワールドのなんか急流下りみたいなボート乗るやつ。あ、ね、私あの飛行流大好きだからジュラシックワールドは絶対行きたい。どれがいいかな。
もあってスイスイです。動く系だ、ガチでぐるぐる回るやつや、これうわやばい、これあーなんかもう余裕やわ。すごいじゃん、いっぱい乗ろう。調子乗っちゃダメやな。このジェットコースターうちらはちょっと無理だよね。あこれはやめとこう、これは乗れない。 They have a beautiful plan. I can easily agree. ジュラシックワールドエリアです。あ見て、あれ乗りたいね、今の見た、いい、ね、あれはいけるわ、あれはいけるね。なんかちょっとご飯食べる。あ、ご飯食べよう。これは何も食べてないよね。あ、お腹空いた。なんかすごいの来たじゃん。すごいよ。想像以上に大きかったね。ここに並ぶチリホットドッグ。いや、辛くないホットドッグにしよう。あ、ポテト。あ、かわいい。すごいね、意外と。すごい。いただきます。私、ご飯食べてジュラシックワールドのエリアはまた後で行くんだけど、このね、1時半からのウォーターワールドを見たいので、なんかウォーターワールドのこのショーは本当、私ちっちゃい時に USA に行った時に乗ったんだよね。え、楽しみ。子供の時に見た以来結構好きなショーだった。濡れるんだよねこのショー、だからあんまり濡れないとこにしよう。うわ、なんか嫌な予感するね、ここから、ね、お、結構すごい結構すごいやー足速いやつでしょ。ラプトル、ラプトル、ラプトル。やっぱここ外れてきやわこれやばいわこれやばい、こんな濡れる。あれ、あれちょっと使いたいかも。ちょっとこれ入ります。これ乾いてる、乾いてる。これさ、このここからさ、カッパのここから入ってさ、全身びっしゃびしゃなんだよ。乾きました。めっちゃ面白かったね。いや、本当に面白かった。本当に面白かった。乗った人の中でうちらが一番濡れた気がする、うん、全部かかってる。場所によるね。ダイナソーストア見ましょう。え、可愛いね、それ。俺さ、T シャツべしゃべしゃないね。着替えたら、うん、着替えなよ結構かっこいいじゃん、普通に楽しいね。水に濡れて最高、ね、気持ちよかった。ちょっと気持ちよかった。あつー、で暑いからこそ水のアトラクションが本当に楽しいわ。ああ、これ怖かった。これ私
ダメ系声出なかったよね、無言で終わった。あなた楽しかった？俺全然いける。俺すごいね。私あれダメだわ、めっちゃ怖かった。じゃあ次ちょっと休憩しよう。普通にすごいスリルだったね。なんかイエーイぐらいかと思ったらさ、めちゃ怖かったんだけど。北京ダック食べたかったんだよね、ずっと。うまっ。あ、美味しい、ここ、ほんと。ね、よかったね、ここにして。サンモンタがマジで美味しい。というところに来ました。これなんでホーカーなのかな。ホーカーみたいな感じだと思うけどね。え、開いてる、合ってる、合ってるんじゃない。まあ、見ての通り今お休みでして。え、これがチャイナタウンコンプレックス。はい、で、市場も上の上か分かんないけどレストランも全て営業停止中だと、はい。で理由はこの3日間清掃というか工事が入るそうで、はい、全てのお店がお休みだそうです。え、どうするの。わからない。みんな地元の人にも確認しました、はい、中国人のおばちゃんに、うん、やってないのって言ったら全部やってない、どうもやってないと、はい、クローズ、オールクローズ。
みんな知らないんだ、これは。特に看板もなく突然の休業。あ、書いてある。衛生面の水準を保つために国家観光局により3月4日から3月6日、昨日、今日、明日は清掃作業を行いますと。じゃあ中違うと書いちゃいますか。そうですね。あら、残念。なんかここのね、チャイナタウンコンプレックスはクルクパスっていうね、特別なお得なパス、そのフォーカーの。そう、なんかね、いろんなご飯を予約してお得なチケットがもらえたんだけど、そうで、結構ミシュランとかのね、お店もあったりとかして面白そうだったんだけど、しょうがない、臨時休業です。でもいつもなら空いてるみたいだから、ここでご飯食べることができます。まあ、多分旧正月が一旦一段落して、よし掃除するぞっていうタイミングだったら、そうだね、大事な清掃工事なんで。はい、じゃあご飯食べよう。休憩を提供後、ラクサを食べに行きます。ユナイテッドスクエアというところにやってきました。多分このショッピングモールみたいなところの中に行きたいラクサ屋のお店があるだと思う。あった、食べてみよう。Sサイズからあります。ラクサ、美味しそう、ね、これ何、薬味みたいな感じかな。なんかチリって言ってたから辛いと思う。あ、これを入れて食べるんだ。エビとかも入ってる。あ、麺ってこれちぎれてるんだ。いただきます。初ラクサで、この調味料入れて食べてみる。うん、おいしい。あ、うまっ。辛っ。辛いよね。お、辛っ。うん、うまい、ね、めっちゃ好きなんやけど。ハマっちゃった。日本で食べたいぐらい。なんかね、ピリ辛豆乳ちゃんぽん。あ、わかる、ものすごいわかりやすい。そうだね、なんかさ、辛いとマイルドのほんとちょうどいいところをさ、どっちにも行き過ぎないっていう、うん、さ、レンゲでさ、スープ飲みたいです。そう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 、全部チリ入ってるっていうさ。そうそうそう、スープ飲みたいよね、めっちゃ。俺うまいわ、マジでね、マジ美味しい。しっかりめよ。うん、うまい。お、戦争めっちゃ濃い。この後はだってアラブストリートに行くよ。ね、楽しみ。ね、あれ全然雰囲気違うでしょ、きっと。去年はリトルインディアに行って、うん、今回アラブストリート行って、チャイナタウンちょっと歩いて、うん、もうなんかさ、タクシーでさ、うん、ちょっと行ったらさ、うん、全然違う雰囲気のさ、街になるっていうのが好きなんよね。ね、いいよね。なんか一つの国なのに、3カ国ぐらい旅した気分になる。あ、わかるわかる。アラブストリート着きました。え、なんかすごいね。いいよね。え、すごい、また全然雰囲気違うじゃん。わあ、いいね、いいね。あ、かわいい。お花柄。え、このラクダ、このラクダの柄かわいいね。ゾウもあります。これ素敵じゃん、めっちゃ。え、迷うな。どうやって使うんだろう、これ。そこにちょっとつけて、ピッてつけるだけなんだよ、きっと。ちょ、満杯に入れとかないかなってこと。そうかもね。あ、こういう感じ、なんか小さいフレグランスも売ってるんだ。一応、ここにあるのが全部もうブレンドされたミックスの香水で、チーモの選んで、このサイズで買って、この香水瓶に後で詰め替えるってこと。で、これがメンズ。メンズ。あっちがレディース。これがオリエンタル。オリエンタル、オッケー。めちゃくちゃ悩んで、この2つの香水瓶とムーンライトとシンフォニー、この香りを買いました。本
なんか可愛い袋に入って、香水瓶買わなくても香水だけでもなんかちょっとしたお土産になるね。いい感じ。え、ちょっとここ楽しすぎるわ。もうちょっと回ってみようか。え、もうちょっと回ってみよう。アラブストリートちょっと楽しい。あ、いい匂いする。ね、かわいい。あ、これコースターだ、かわいいね。キャンドル置いても良さそう、この大きさなら。あ、でも下ちゃんとクッションになってる。そう、ちゃんとクッションになってる。下滑り止めみたいな。これ買おうかな、私。かわいい。まあ、確かに、もう一つの国でこんだけ異国を楽しめるのは本当すごいね。空気がガラッと変わる。ね、変わる。ここ見たかったの。え、待って。多い。かわいいじゃん。クッションカバーね。え、いいね。え、何個か買って帰ろう。この2色かわいいね。それか、この奥の方にあるこれ、この色かわいい。これ、この色、ほら、これとこれにしよっかな。これとこれ、かわいい。これ、あれだよ、家の小具と同じ。かわいくない？これ1個あってさ。どれがいいかな。鳥かわいくない？何あれ、かわいい。ライオン。え、かわいくない？これ、これがいい。私これがいい。かわいい。これなんかどっかに引こうと思って。あとはクッションカバー買いました。いいね、かわいいよね。たくさん買ったのでディスカウントしてもらいました。結果です。超楽しいんだけど。超楽しい。ライムブルーコーラ、ミロディの、ミロの粉かかってる。あとはブラウニー。休憩しよう。いただきます。乾杯。ブティック来ました。私のお目当てはこの辺の小物入れたち。これが欲しいな。これ鍵置きとかに使えそう。これも可愛いんだよね。ここにハンドソープとか入れたい。わ、これも可愛い。だいたいこういう小物入れは208、こういう四角いのは189です。この大きいのもいいね。これも可愛い。これかわいいよね。あとここにプラナンカン食器もあります。これ249です。これがね、欲しいの。かわいいよね、これ。そしたらね、同じやつの小物入れも売ってて、こういう感じで洗面台に置きたいからセットで買うでしょ。あとこれも買います。結局悩みに悩んで同じ柄じゃなくて別にします。かわいいピンクと緑。あと欲しかったやつ、これロングバーのマグネット、これも買います。お菓子もあるね。お土産にいいね。パイナップルケーキみたいなのと缶に入ったクッキーで、紅茶、これか。これがラフルズ用にブレンドされた紅茶なのかな。この缶タイプのとティーバッグタイプの2つあります。私はここでカヤジャムを買いたいね。カヤジャムを買って帰りたい。このカヤジャム、ピーナッツバターもあります。1個14です。買いました。私あらかじめね、ラッフルズブティックのオンラインショップ見て狙い定めした。よかったね。買いました。あとで購入品紹介します。
ロングバーに来ました。せっかくね、ラッフルソテーに来たら、ちょっとロングバーのこの有名なね、シンガポールスリンク飲まない。私ちょっとお酒弱いからノンアルコールにしてもらいました。で、これが名物のピーナッツです。このピーナッツ食べ放題で、殻はね、全部床に捨てます。これが伝統。罪悪感すごいな。しれっと落とす作戦。しれっと落とす。ラズベリーとピスタチオのクロワッサン。国際空港に到着しました。これから飛行機に乗って日本に帰りたいと思います。今回のシンガポール3泊4日の旅、いかがでしたでしょうか。去年はトランジットで数十時間しか滞在することができなかったんですけれども、今回の旅ではゆっくりシンガポールを楽しむことができて嬉しかったです。すごい楽しかった。また来たい。そして今回はフルックさんで空港送迎から eSIM、 そしてホテル、アクティビティなどなどまるっと予約して楽しんだんですけれども、とってもね快適だったので、ぜひねこれからシンガポールで旅行しようと考えている方はクルックを使ってお得に快適に旅してみてください。2回目のシンガポール、グルメもお買い物も観光も楽しんで大充実の3日間でした。またね、お仕事頑張ってシンガポール遊びに来ようと思います。それでは最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ヒクでした。最後に今回のシンガポール旅行で購入してきたものを皆さんにご紹介したいと思います。まずは TWG からご紹介しようかな。 TWG ではシャワーはもちろん、チャキとかあとはキャンドルも購入しました。まあ、まずはお土産で結構定番のコットンティーバッグ15袋入りですね。自宅用です。フレーバーはブラックティーですね。一番よく飲んでるやつかな。こういう感じで個包装されて入ってます。これ一番使いやすいんですよね。
さっとこのねコットのティーバッグでお茶出してすぐ飲めるから、毎回行ったら1個は買ってるかもしれないです。もう1個ね紅茶買いました。これもね自分用です。引っ越ししたのでこっちのお家でね一人で飲む用の缶入りの茶葉ですね。これがモーニングスカイティーセットっていう種類のもので、イングリッシュブレックファーストティーと、あとはブレックファーストアールグレーが入ってます。でもどっちもねすごい好きなフレーバーでよく飲むやつだから缶入りで購入しました。これで当分紅茶には困らないかなと思います。缶入りで可愛いからこのままキッチンにねこう飾っておきたいと思います。あとはキャンドル買いました。前からね TWG のキャンドル気になったんですよ。で今回思い切ってね買ってみちゃおうと思って一つ買ってきました。はい、こちらフレンチアールグレーの香りです。結構重たくてすごくいい香りがします。なんかね爽やかな感じかな、くどくない。ちゃんと蓋にも TWG ってロゴが彫られてて、すごくね高級感のある作りになってます。あとはこちらモロッカングラスも買いました。こちらのセットね、これはね去年シンガポール旅行した時にアイスティー用のグラスを購入して、このグラスとセットで一緒にね使いたいと思って、もうねすでに2つ持ってるんですよ。でもう1個買い足したって感じです。このね新しく引っ越してきてお友達をね呼んだりする機会が多くなるかなと思ったので、3人分のグラスが欲しいなと思って、もう1セット買い足しました。はい、これすごい可愛いんですよ。すごく涼しげで、このガラスポットと一緒に使ったら本当に可愛いし、お茶の時間が本当に幸せなひとときになります。あとはこちらですね、今回購入したのはこちらのねティーカップです。はい、で湯飲みみたいな感じな形してるんだけど、こちらをね4つ購入しました。全部同じ色で揃えてもいいかなって思ったんだけど、このなんかニュアンスカラーみたいな、この淡い色がすごくね可愛くて、全部違うカラーでもあんまり喧嘩しないかなと思ったので色をね全部変えてみました。紫っぽいピンクと、あとは青、緑と、あと黄色です。これ中もすごい可愛いんですよね。なんかちょっと貝殻みたいな感じの、光の当たり具合によって全然こう色が変わってくるんですよ。中の色が。これすごくお気に入りです。こうやって重ねて置いとけるから食器棚の幅をあんまり取らないし、あとはこうねお客さんが来た時にこうやって使えるので早く使いたいです。はい、次はラッフルズブティックで購入したものをご紹介します。はい、まずは結構ねラッフルズブティックでみんなが手に取ってたこちらかやジャムを購入しました。これ結構ね多分みんなお土産で買ってたと思うんだけど、こういう麻の袋に入ってて、こういう感じで瓶に入ったかやジャムが売ってて一つ買ってみました。かやトーストが本当に美味しくて大好きだから、ちょっとお家で再現してみたいなっていうのもあったし、まあ、ちょっとシンガポールっぽいお土産っていう感じで1個試しに買ってみたんですけど、これ試してみます。あとはインテリア小物をね買いました。まずはこちらラッフルズブティックの小皿です。これすごく可愛くて絶対買おうと思ってたものなんですけど、これをね玄関に置いて鍵入れに使おうと思ってこちら買いました。はい、他にもいろんな柄があったんだけど、このホテルの柄がねいいかなと思ってこちらに決めました。じゃーん、はい、こちらディスペンサー買いました。この中にねハンドソープ入れて洗面スペースに置こうかなと思ってるんだけど、このねなんかちょっとオールド感っていうのかな、ちょっともうこの古めかしい絵柄がもう本当にたまりません。すっごい可愛い。あとこの上の部分は緑になってます。こういうちょっとした配色がもう本当に可愛くて、こっちのところも若干ゴールドになってて、洗面台に置いたらすごい可愛いんじゃないかと思って買ってきました。こちらのね小物入れも買いました。これもすごい可愛い。こういう感じでね深めの小物入れです。でこれをこのディスペンサーと一緒に洗面台に置きたいなと思ってるんだけど、この小物入れ本当はこちらのね同じ柄のものがあって柄揃えようかなって思ったんですけど、なんかどうしてもこのね小物入れのこの柄と、あとは上のところの鳥さんの感じとかピンクの色味とかが本当に可愛くて、まああえてね揃えることはせずに好きなものをね買おうと思って、ピンクと緑って私の好きな配色だから
こう置いたら可愛いんじゃないかなと思って、ちょっと持って帰るのは大変ですけど、一個こういうのがあると部屋のインテリアがね、旅の思い出で溢れていくっていう感じが私は好きです。まあ、あとはロングバーっていうホテル内のバーにも行ってカクテル飲んだと思うんですけど、その象徴的なカクテルのマグネット買いました。ラッフルズホテルで購入したものは以上で、あとはアラブストリートで購入したものをご紹介します。まずアラブストリートで行ってみたかった香水屋さんがあって、そちらに行ったんですけど、そこでね香水瓶を買いました。まず一つ目はこちら、お花の柄が入ってる香水瓶です。こちらともう一個この小さな香水瓶買いました。かわいい。なんか1個じゃ物足りないかなと思って2個買ったんだけど、同じお店で香水も買ったので、はい、この香水をねこの瓶の中に詰めてね使いたいと思います。で、なんかもう香水はもうすでにブレンドされてるやつがあって、その中で好きな香りを選ぶんだけど、こちらのねムーンライトっていう香りとシンフォニーっていう香りかな、その2つの香りが好みだったのでこちら買いました。フラット入ったお店で購入したのがこちらのコースターかな、タイルっぽい感じのオリーブの木の柄のコースターです。これは棚の上に置いて、その上にこうキャンドルを置いてこういう感じで飾りたいと思って買ったんですよ。テーブルの上でねキャンドル使う時もこのコースターを置いて、その上にキャンドル置くだけでテーブルの上の雰囲気変わってくるので、コースター買いました。めちゃくちゃ可愛い。もっといっぱい買ってくればよかった。あとはラグ屋さんでこの小さなラグも買いました。まあ、この小さなラグはなんか椅子の上に敷いたりしてもいいし、玄関先に置いてもいいかなと思ったし、まあ、あとはなんかこう観葉植物の鉢の下とかに敷いても可愛いんじゃないかなと思って、まあ、いろんな用途があるかなと思って買ったんですけど、このラグがねこういろいろ見せてくれて、店の方がこれは動物で、あのライオンだよみたいな言われて、全然ライオンに見えないんだけど、なんかそれが可愛すぎて、あと配色がすごく気に入って買いました。あとはクッションカバーですね、この葉っぱの、ね、柄のものとゾウさん、こちら買いました。これもすごく可愛くていろんな柄があったんだけど、今この私の新しいお家のソファーの前にはこのラグ屋さんも取り扱ってるイランのラグ引いてるんですよ。で、そのラグの上にこのねクッションをねポンポンって置いたら結構合うんじゃないかなと思って2色買ってきました。はい、そんな感じでシンガポール旅行での購入品は以上です。やっぱりこういう風にねお買い物が楽しいっていうのも旅のね一つの醍醐味だと思うんですよね。こういうシンガポールのブランドだったりとか、こういう旅の思い出を持ち帰るだけで、あの時はあそこに行ったなみたいな風に思い出せて人生が豊かになるっていうか、もちろんね食やアクティビティとか景色とかね、そういうのもねすごく素晴らしいんだけど、シンガポールに旅行に行ったらぜひシンガポールらしいお土産をね買って帰ってみてください。すごくおすすめ。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。